電動キックボードが来月から条件を満たせば16歳以上は運転免許なしで利用できるようになるのを前に、警視庁が世田谷区で正しい乗り方などを説明しました。18日東京世田谷区で行われた交通安全教室では、来月1日から新たな交通ルールが適用される電動キックボードについて、実際の車両を使いながら変更のポイントや運転操作などが説明されました。電動キックボードはこれまで原付バイクと同じ扱いでしたが、最高速度が時速20キロ以下など一定の条件を満たせば16歳以上は免許不要となり、時速6キロまでなら自転車が通行できる歩道も走行することができるようになります。電動キックボードは手軽な移動手段として普及が進む一方で、飲酒後の運転による摘発も今年28件確認されていて問題となっています。警視庁は利用者の増加が見込まれることから、今後もこうした交通安全教室を行っていくということです。